地方が海に囲まれる島国、日本。かつて、日本に陸の国境があったことはご存知だろうか？まずは樺太の国境について解説していきたい。1905年日露戦争に勝利した日本はロシア帝国から樺太の南半分を獲得。日本優先小樽支店で日露国境確定会議が開催され、地政ではなく北緯50度線を国境にして北側をロシア帝国の北樺太、南側を日本の南樺太となったのだ。今のように GPS があるわけでもなく、翌年から日本とロシアどもに天文測量によって、日露両国の国境確定作業が行われた。測量に誤りが生じると領土が失われてしまう可能性もあり、極めて慎重に行われた。緯度50度線、東のオホーツク海沿岸から西の間宮海峡までの東西133キロの間に、4基の天則境界氷石、また平均6キロごとに中間氷石を17箇所、道路など目立つ場所に目標が19箇所建てられた。国境線上の森林が幅10メートルで伐採され、氷石の周りは木柵で囲われ四方72メートルが切り開かれた。実は氷石の基礎はかなり深く、簡単に場所を移すことができないようになっている。北緯50度線上付近はほとんど人跡がなく急峻な山地もあり、たびたび発生した山火事などで作業は困難を極めた。西岸近傍では樹木がなく林の代わりに幅 1.5 メートルの堀が掘削された。2年かけてこのように見た目でも明らかな東西133キロに及ぶ国境線が完成した。氷石は青森山の花崗岩が使われ、現地で彫刻された。サイズや形は一つ一つ異なるが、いずれも将棋の駒のような形になっている。日本側には大日本帝国、境界の文字と菊の紋章が据えられ、ロシア側は相当和紙紋章が据えられキリル文字でロシア、国境と書かれている。側面は天台1から4号明治39年。反対側面もアストロの国字があり1、2、3が入る。天台4号についてはなぜか国字がない。これまで陸続きの国境とは無縁だった日本が、初めて国境線を持ったことで国民の関心が大いに集まった。島国日本に陸の国境は珍しく、樺太一大観光名所にもなっていた。詩人北原白秋も訪れており、とうとう国境まで来たかと思うと子供のようにそこらを駆け回りたくもなった。とワクワクした気持ちを必死に抑えていたようだ。異国の土を一歩だけでも踏みたい。という好奇心に駆られた訪問者の中には、片足をロシアに踏み入れる者もいたようだ。現在の情勢からすると考えられないが、二国間の緊張が高くなかったということだろうか。しかし、国境に関する一つの事件が突然発生する。1939年女優の岡田芳子が日本共産党員の杉本良吉と共に、半田沢から北緯50度線を越えてソ連へ亡命することに成功。この事件は国境の駆け落ち事件として連日新聞に報じられ日本中が驚きに包まれた。政府は翌年に特別な理由なく樺太国境に近づくことなどを禁じた国境取締法を制定した。この法律は日本国憲法でも存在しているが、現在の日本国において陸の国境が存在していないため、実効性はない。ちなみにソ連に逃れた二人は当局に捕まり杉本はスパイ容疑で銃殺刑。岡田は拷問と脅迫によってスパイだと自白させられ、自由剥奪10年の刑が言い渡された。釈放後、岡田はロシアで日本語アナウンサーとして活躍した。日本に一時帰国した時もあり、虎さんの男は辛いよにも出演していたことがある。樺太の話に戻ろう。この法律によって警備も厳重となり国境氷石を間近で見ることができなくなってしまった。しかし観光客からせっかく樺太まで来たんだから国境氷石を見たい。という要望が殺到。そこで樺太文化振興会がレプリカを作成し、豊原の樺太町博物館の前提に設置した。戦後、博物館の資料はサハリン州郷土博物館として引き継がれた。しかし国境氷石が肝心のレプリカであることは長年伝えられず、しばらくの間本物であるとみなされていた。ようやく近年レプリカであることが日本人の研究者によって明らかとなった。終戦後、4つ存在した国境氷石は散り散りとなってしまった。天台1号は1987年にソ連国境警備隊が撤去、台座も破壊された。氷石はサハリン州郷土博物館旧樺太町博物館に保存されている。この氷石の拓本は旧日本郵船小樽支店で所蔵されていたが、現在、稚内市樺太記念館に展示されている。レプリカは旭川護国神社で確認することができる。
天台2号は日本国内で唯一現存する本物の国境標石である。この辺りが国境確定作業の本拠地にされ境という地名も付けられていた。1994年に銃弾の跡が残る標石を現地住民が確認。97年に北海道根室市へ寄贈され、根室市歴史と自然の資料館に展示されている。天台3号は1号と比べてやや平べったい形をしているのが特徴で、1949年に標石がソ連軍により撤去され、先ほど触れたように、樺太文化振興会が観光客の要望に応える形で作成した複製品が、サハリン州郷土博物館にあり天台1号と共に展示されている。台座は現在も国境だった50度線付近で放置されている。国境ツーリズムとして脚光を浴びて、たびたび日本から現地に赴くツアーも開催されていた。国内では複製品が北大博物館で公開されている。天台4号は1930年より前に標石の刻印、相当和紙紋章が何者かによって削り取られている。他の標石と異なり、ロシア側にはロシア、1906、グラニツヤの文字が、天台2、3号は古城に刻されているのと異なり横直線に刻されている。また冒頭に述べたように側面には天台4号だけ何も彫られていない。1990年代に地元ロシア関係者によって撤去された。その後、船で運搬中に間宮海峡で船が転覆し、海中に没したと伝えられたが、引き上げられ2013年現在は樺太在住のロシア人男性が所有している。国内では1926年、樺太町より明治神宮聖徳記念絵画館に模造品が寄贈されて今も保存されている。稚内市にある100年回帰記念塔、稚内市樺太記念館にもレプリカが展示されている。他にも樺太日露国境中間標石のレプリカは、国境確定会議を記念して現在、小樽の水天宮に設置されている。ということで稚内市樺太記念館に展示されていた天台4号を見ていると、次第に自分で作ってみたいと感情が湧いてきた。ついに抑えることができず実際に作ってみた。フュージョン360を一から使ってみながら試行錯誤の末、モデルを作成。これは菊の御紋。それを 3D プリンターで出力してみた。標石の形と台座、菊の紋章、相当和紙紋章をそれぞれ出力。制作期間約2ヶ月を経て、そしてついに完成したのが、これだ。いかがだろうか？我ながらかなり良い感じにできてるのではないだろうかと思う。相当和紙紋章がかなり厚くなってしまったが、3D プリンターの出力上、強度を持たせるためにはある程度の厚みが必要だった。それでも今に国境標石を再現することができてとても満足している。当時、白樺で作られた国境標石が樺太のお土産として喜ばれた。お土産にもらった人の家ではこのように飾られていたのかもしれない。国と国の境目、国境。日本にも陸の国境が存在したことを覚えておいてほしい。稚内市樺太記念館は国境標石のみならず展示が非常に充実しているのでぜひ足を運んでみてほしい。ご視聴ありがとうございました。